明るい未来を目指し、沖縄らしい SDGs を研究するウマンチュラボから、暮らしに役立つ県の取り組みをお届けします。人文博士、17の目標の中から今日ご紹介するのは、10番、子どもたちの健やかな成長を社会全体で支える取り組みじゃ。毎年10月は里親月間です。今週は里親制度についてお伝えします。近年、家庭や子どもを取り巻く環境は大きく変わり、親の病気や虐待など様々な事情によって家族と一緒に暮らすことのできない子どもたちが増えています。そうした子どもたちを一定期間一般の家庭に迎え入れ、豊かな愛情と家庭的な雰囲気の中で育てていこうという取り組みが里親制度です。県ではその里親の希望者を広く募集しています。県内では297世帯が里親に登録し、そのうち107世帯の里親が177人の子どもを育てているんじゃ。里親になる上で特別な資格は必要なく、大切なのは子どもの養育への理解と熱意、そして豊かな愛情。子どもが必要としているのは健康的で明るい普通の家庭なんです。ただし、里親の登録には事前の家庭調査や研修への参加のほか、県の審議会による審査が必要じゃ。そして里親として登録されると、家庭的な養育を必要とする子どもとの交流を図りながら、相性などを確認した上で児童相談所が正式に里親として子どもの養育をお願いするんじゃ。沖縄県里親会は児童の福祉の増進と里親制度の復旧発展のために活動しています。里親にも様々な種類があり、一定期間子どもと暮らす養育里親をはじめ、特別養子縁組里親、短期間や週末だけお泊まりする里親など、迎え入れる側の事情に合わせた養育方法があります。また近年は虐待や養育困難な乳児の預かり先の確保が大きな課題となっておりまして、一時保護に対応していただける里親も募集しています。沖縄の子どもたち、たくさんこうやっぱり困っている子がいっぱいいるので、この自分ができる範囲でもいいですので、里親登録してこう沖縄の社会のために、子どもたちのためにやっていただきたいなと思います。ぜひとも里親登録をよろしくお願いします。里親制度は県の児童相談所や糸満市にある乳児院、大中園里親支援吉水でも様々なサポートを行っています。その一つ、主に乳幼児の養育を担う里親希望者を対象に、養育に必要な資質や心構えなどを身につけてもらう里親リクルートトレーニング事業を行っています。今回の里親制度についてもっと知りたいという方、詳しい内容はホームページでも紹介されています。ぜひご覧ください。続いて県からのお知らせです。県では新型コロナウイルス感染症が発生した高齢者・障害者施設等を支援しています。対象経費など詳しくはご覧のところまで。県と宜野湾市では普天間飛行場返還後のまちづくりを円滑に進めるため、同飛行場内の土地の買い取りを行っています。土地売却にかかる譲渡所得には最大5000万円の特別控除があります。詳しくはご覧のところまで。県では県民広場地下駐車場を管理運営する指定管理者を募集しています。指定管理の期間は令和4年4月1日から令和9年3月31日までです。詳しくはご覧のところまで。その他のお知らせはご覧の通りです。以上、県からのお知らせでした。ここで視聴者プレゼントのお知らせじゃ。今月はこちらの商品を抽選でプレゼント。みんなのご応募待ってるぞよ。この番組はインターネットでもご覧いただけます。次回も暮らしに役立つ情報をお届けするぞよ。それではまたやーさい。